エビア県、パンイプシロンロイオタファイプシロンイシロンイプシロンイオタ、アルファーカッパイプシロンニュータウイタタウアルファー、ベータイオタアルファー即地形、北緯38度30分統計24度00、フンエビア県は、ギリシャ共和国の中央ギリシャ地方を構成する行政区の一つ。県とはハルキダエーゲ海に浮かぶ、ギリシャで2番目に大きな島であるエビア島がその、領域の大部分を占める。 2001年の人口調査によると、県人口は215,136人であり、県面積は4,167.449キロ平方メートルであった。エビア島も三照エビア島島東南部と本土のアッティカ半島。上が北東にあたる。最も境外な部分がエブリポス海峡。エビア県は中央ギリシャ地方の東部に位置する行政区である。 エビア島とスキロス島及び周辺の小島、ギリシャ本土の一部から構成されている。エビア県の中部にある本土部分はビオティア県に囲まれる形で境界を接している。エビア島南部は南エビア湾を隔てて、アッティカ地方東アッティカ県と対し、エビア島北部は北エビア湾を隔てて、西にフティオティダ県、北にテッサリア地方、マグニシア県と向かい合う。 エビア島とスキロス島の間の海の北方には、テスタリア地方、スポラデス県に属する島々がある。エビア島は、ギリシャ第二の面積、人口を持ち、西北端から東南端までの長さは、約1 5 0キロメートルに及ぶ細長い島である。エビア島と本土の間の海は、エビア湾と呼ばれ、最も狭いエブリポス海峡で、幅1 6 0メートルまで狭まる。 エブリポス海峡以南を南エビアワニ北を北、エビアワンとも称する。エビア島島南部のカリストス市西方には、ペタリオン湾と呼ばれる海域があり、メガロニソス島などの島々がある。スキロス島は、地理的には、スポラデス諸島に含まれ、同諸島最大の島である。エビア島は、山がちな地形であり、最高峰は、ディルフィス山。このほか、島の南端部に、 大日山がある。また、スキロス島の最高峰は、コヒラ山がそびえる。エビア島中部にある主婦、ハルキダは、県最大の都市であるとともに、中央ギリシャ地方最大の都市でもある。ハルキダの市街は、エブリポス海峡のエビア島側に位置し、市街地は、北のネアールタキや海峡対岸のドロシアに連続している。ハルキダ東方のバシコやエレトリア、北方のプサフナなど、 いずれも、エビア島中部のエビア湾側に人口が集中する。西北部では、イスティア、東南部では、カリストス、中央部エーゲ海側では、君がそれぞれ大きな町を形成している。人口3000人以上の都市、集落には、以下がある。詳細は、エビア島を参照エビア県、エビア県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 エビア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのエビア県は以下の27の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のディタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは 新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広法的な位置づけは行われていない。国道 GR-77 号線と GR-44 号線がエビア島を南北に結んでいる。エビア島と本土を結ぶ橋は2本ある。エブリポス海峡の最も境外な部分は、紀元前百十一年に目標がかけられて以来、 橋の掛け替えが繰り返されてきた現在の旧橋は1962年に架けられたもので船を通すために稼働橋となっている。1993年にはハルキス市街の南に新しいハルキダ橋が架けられた。自動車道路アテネとテスチャロニキを結ぶ幹線の支線がハルキダの本土側まで伸びている。かつての城壁の跡。ありがとうございます。